ティーシャー。俺、重要なことに気づきました。この世界へ転生すると俺、80% くらいの割合で宦官なんすけど。なんで？そういえばそうだな。なぜだ？アイコやケイコは将軍とか大藩だったり、渓谷の美少年や遊学僧だったりするのに。なんで俺だけこんなに宦官ばっかり。おかしくね？王子役もちょっとなかったっけ？そういえば、ラブ刺激では、あれ？この役者さんどっかで見たな。前も宦官役じゃなかった？ってことよくあるんですよね。ああ、確かにそうね。宦官専門の役者さんがいるのかも。なんだって。わしなんか9割方皇帝だけどな。占い師とかもあったけど。主人公のお父さんの皇帝役、ってのも同じ人が多いんですよね。主人公が陽聖帝ならその役者さんは後期帝役、主人公が陽大なら陽剣役で、李世民が主役だと李炎役、って感じ。わしそういうポジションなのか。私たちは公主やら町娘やらいろいろですね。基本旅館だけど。アリナは女帝がすっぽく似合うよー。そうかな？俺も皇帝になりたい。大帝、たまには変わってください。俺も美女はべらせてハーレム展開でウハウハしたいっす。いやお前、美女かどうかはさておいて、エフラン帝国で女というとこの二人だけだぞ。あと、皇帝はハーレム作るだけじゃなくてちゃんと仕事もしてるんだぞ。わかってるか？三国のは宦官でいいんじゃね？皇帝だろうが王子だろうが、やってること変わらないじゃん。なくてもなんも困らないでしょ。困るわ、どこの世界にないことを喜ぶ男がいるか。三国のは宦官がすごく似合いますよ。私は大ファンです。これからも宦官役頑張ってください。ゴンゴン。ゴンゴン。全然、嬉しくねー。くっそ、いつかで告状してやる。転生したら宦官だったけど三国志のチート戦略で無双して下克上で世界最強皇帝に、今では美女三千人のハーレムで巨乳に溺れてウハウハです。な、ラノベの世界恋、目指せ宦官無双。いいわね、それ、すごく面白そう。私は宦官が主役のラブ刺激があってもいいと思う。いや、ないでしょ、さすがに。チートで無双なら、なくてもいいのか？まあ。宦官無双な時代は確かにあるが、それを口に出すのが謀反というものだぞ。ほれ、ヒットらえろ。またビーシャー。ラブ刺激あるある。同じような役を、同じ俳優さんがやっている。さて、前回は楊貴妃が現れるまで、唐で何があったか、戒厳の地について解説したんだったわね。政治とおっさんどもの話しかなかったな。再生回数少なそうだ。なんか、熟した果物がどんどん腐ってくるような話だった。どうなっちゃうのよ財政なん。ラブ刺激空白地帯だからどうしてもそうなるわね。私はそういうのも嫌いじゃないけどね。では今回は、その幻想理由期の後宮から見てみましょうか。大帝、当時の国際関係は次回以降にさせてください。ま、いいだろう。ちゃんと勉強して準備しとけよ。よっしゃー、後宮チェック来たー。って、なにこれー。妃めちゃくちゃ多い。この時期は、皇帝の妃の数が最も多い時代だと言われている。ここに書かれていない求人の数を入れると、4万いるという話よ。これは、当時の女性の人口からすると、600人に1人が入宮している計算になるわね。マジか、4万人が幻想のための美女？もったいない。妃も従来の4妃に加えて、新たに経妃、礼妃、可妃が加えられている。なんか他にも嫌妃だの順妃だの、見たことない方法があるー。まずは、王皇后。あ、皇后はこの人だけなんだ。王皇后か。王政の皇后は前にもいたよな。武則天と戦った王皇后とは別人ですよー。この人は、家柄も良く、美しく、ヤング幻想がクーデターを起こす前からいて、幻想を支えた。しかし、
王皇后には子供ができなかった。またか。王皇后は子供が欲しいと願い、呪術師に頼ったが、宮中でまじないをしたと布告されてしまい、皇后を廃され、諸陣に落とされた。区別機関。一緒に頑張ってきた皇后を廃するなんて、幻想も白状ね。でも、この人以降、幻想時代に皇后の地位には誰もいないのよね。不足点と異皇后のせいで、これ以降、積極的に皇后を立てようと奏上する臣下がいなくなった。それから、長麗妃。彼女はもともと義女で、いい家柄のお嬢様とかでは全然ない。お父さんも学士ね。へえ、義女って、珍しいわね。でも、日本でもいろいろいるじゃん。舞妓さんとか、芸者さんから花魁まで、中国ではどれに当たるの？まあ、舞妓、芸者の方だわね。原則、義女は芸を売るけど、身は売らなかった。けれども所詮、彼女らも身分の高いものの慰み者だった。救助より自由と芸と教養があって、若干身分が上なだけね。幻想の弟、義王は寒い時、義女の懐に手を入れて暖を取ったという。懐って、どこのことよ？やらしいわねえ。また別の弟秦王は、冬になると義女たちに周囲を隙間なく囲ませて暖を取り、これを義、と呼んだ。バカ殿様のお遊びか、インチキな儲け話の広告写真みたいだな。幻想って兄弟仲良かったって聞いたけど、みんなでそんな遊びしてたのかしら。引くわー。楊貴妃も音楽とダンスが得意だったので、幻想はそういうのに弱いみたいね。お気に入りのホステスさんがたくさんいる。そうなんだ。馴染みのホステスさんがいっぱい。バブリーだよなぁ。幻想がまだ臨死王だった頃、露州へ行った時に美しい義女の調子を見染めた。王子の理恵を生んでいる。以来、ずっと愛称だったが、王皇后が廃され、武士が敬妃になると同じくして、礼妃に報じられている。おお、よかったわね。息子も皇太子になったが、長麗妃はほどなく病死している。それから武敬妃。あれ？武士だ。武則天の親戚？そうね。彼女は武勇士と妻の養子の娘だわね。おーおー、武三氏も太平公主もなくなっちゃったよね。武士はどうなったの？武士一族は失脚し、武勇士の死後、武敬妃は官主として、皇宮へ入れられた。上官演じと同じコースなのね。14歳になった武士は幻想の夜伽を命じられ、やがて、寵愛を一身に受けるようになった。当時、他に寵愛を得ていた者に、長麗妃、候補特技、流祭人らがいたが、彼女らの寵愛が薄れた後は武敬妃が独占した。マジか。それ、もはや家柄とか関係ないよね。強運としか言いようがない。それで、二人の男子、一人の女子を産んだけど、いずれも妖精してしまった。あらら、そういうこともあるのね。でも、武士はどこまでも多産系よね。すごいわ。しかし、それでも幻想の寵愛は衰えず、三人の王子と二人の王女を産んだ。太平公主も八人の子がいたよな。本当に武士は多産系なんだな。立て続けに子供たちを失って、幻想は辛かったので、次に生まれた寿王李坊をお兄さんの利権に預けて、宮中の外で育ててもらった。李坊は利権の妃である源氏に育てられた。源氏が父を与え、自分のこと語っていた。十数年間も寧王宅にいたため、王に報じられるのが遅かった。へえ、なんで預けたんだろ。さあ、縁起を担いだのか、また死んだら辛いからよそへやったのか、それとも、前の三人は武士を憎む誰かに殺されたのか。うわあ、また謎の殺人事件が起きてんのもっとも、その後の五人は普通に生まれて育ってるわね。王皇后が廃された後は敬妃に奉ぜられ、皇后に準ずる扱いを受けた。母の養子は帝国夫人に奉じられ、弟の武忠、武進も昇進した。お、武士が復活して出世している。後々まで、ちゃんと武士は貴族として残ってるよ。そうなんだ。幻想は武敬妃を皇后にしようとした。しかし、武一族は陛下の不具体点の仇であり、
大使の利益が危険にさらされます、と臣下から反対に遭い、取りやめた。どうしても皇后になりたい武慶妃は、李林甫からの働きかけで彼を抜擢し、宰相にした。え？李林甫って、前回出てきた、関心の悪評高い李林甫？そうよ。武慶妃が抜擢したの？そう。そして武慶妃は、大使李英と学王李鷹、皇后李鏡、自身に対する恨み事を言っていたとして幻想に訴えた。李林甫は武慶妃の意を受け、李鷹を大使にするために、朝廷において工作を行った。皇太子李英は廃され、三名は自殺を命じられた。やってることが武則天そっくりなんですけど。確かに、今回は官僚貴族を味方につけているのが武則天とは反対で、なんとも皮肉な話だが。アリナ、ドラマ見たって言ってなかった？確かに見たわよ。その中では武慶妃はずっと皇后になりたくても武士であることを理由になれなかった、かわいそうな女性だったよ。でも改めてこうして並べてみると、李林甫と李義符は外面のいい陰険キャラが被ってるし、なんだかんだで皇帝の寵愛を独り占めして、子沢山だし。最初の子供は3人死んでるし、子供の生まれない王皇后はまじないやって廃されてるし、皇太子を死に追いやってるし、そっくりじゃん。ところが武慶妃は、40歳ちょっとで亡くなってしまった。寿命は見なかったらしい。残念ね。長生きしてたら、武則天二世に育ってたかもな。幻想は武慶妃の死を悲しんで皇后に追放した。最終的に李鷹は、大使に立てられなかった。そしてこの李鷹が、後に楊貴妃となる、楊玉環の最初の夫なのよね。長期、武慶妃の死により、幻想は落ち込んでいた。心配した高力士は、新たなる美女を求めるよう幻想に勧めた。幻想が見初めたのは、息子の嫁、寿王妃、楊玉環だった。そういえば、楊貴妃は養子なのよね。大層の高級には楊大の孫をはじめ、意外に多く養子がいて、武則天も母方は随宗室由来の養子だったけど、楊貴妃もそうなのよね。ドラマでも由緒正しい養子から嫁をもらうとかなんとか、武慶妃が言ってた。違うわよ。楊貴妃の養子は、随宗室の養子じゃない。違うんかい。彼女は職州の出身で、家は遡ると北魏の軍人にあたるけど、庶民の出身ね。職州志子の楊元円の四女で、上にお姉さんが三人いるわね。幼い頃に養親を失って、洛陽に移り住み、叔父の楊元強の家で育てられている。高力士が、武慶妃にそっくりのお方がいるという触れ込みで彼女を紹介したのがそもそもの発端であるとされている。長安郊外の温泉、火星地で、幻想は初めて楊貴妃と出会い、たちまち彼女の魅力の虜となってしまった。その時、楊貴妃22歳、幻想とは34歳もの年の差があった。ええのう、美女と温泉旅行。そういえばわし、幻想と楊貴妃が何回温泉行ったか数えたことがあってな、総数31回だった。大抵が？いつも高級チェックしてる私たちのことを下世話だなんだと言っておいて、自分もスポーツ新聞の三面記事みたいな調査してるんじゃないですか。歴史家の本質は新聞記者と変わらんぞ。そして、史実版には温泉旅行の日付がいちいち書いてある。わかりやすいから温泉旅行とは言ったが、ロマンスカーで行く週末の不倫旅行じゃないから、皇帝と妃が火星地に行くとなったら、移動も含めて何十日かはかけてのものになる。一回で何十日？それを31回も繰り返したら、晩年の幻想はろくに朝廷で執務してなかったってことじゃないですか。そうだ。しかしこの問題で重要なのは、朝廷にいないことと執務をしていないことは、必ずしもイコールではない点だ。実は幻想は長安城の朝廷、宮廷自体も、城内北端の中軸線上にあった対極宮から、後継宮や大明宮に移している。幻想朝以降は完全に大明宮が中心になるぞ。原因は対極宮の湿気がひどかったからとも言われるが。そうだな、武則天が都を洛陽に移した時のことを考えてみろ。為政者が政治の中心を移転させようとする理由は何だ？それまでの政治を変えるため？
従来の権力者を排除するため、とか？どちらも外れてはいないな。律令制による東朝前半の政治の仕組みが機能しなくなり、朝廷での過剰官僚対門閥貴族の空虚な議論にも手を焼いていた玄宗は、それらから自由な環境で執務ができる空間を求めた。それが大明宮や火星地だったんだ。他の百官は捨ておいて、時々に各分野の重臣だけを同行させれば、玄宗にとってはストレスなく新たな形での政務を断行できただろう。すると、シニア玄宗も単なるエロジジイじゃなくて、リゾート地で悠々自適に会社をリモート運営する CEO、って感じ？現代的に表現すればそうなるか。重臣がしばしば迷信と重なることを考えれば、決して開かれた政治とは言えないが、異彩を登用することで政党の繁栄を保っていた幻想らしいやり方だとも言えるだろう？そうだったんだ。すみません、三面記事とか言って。言っておくがこれはわしなりの解釈に過ぎんぞ。ま、その保養地での政務の傍ら、幻想のそばに仕えたのが東大風のセクシー美女で、株音よく全てをこなす有能バツイチ美人秘書、幼稚だったわけだから、以降の人々が大なり小なり幻想を好意的に変えてしまうのも無理はない。ああ、わしにも妙齢の美人秘書とか使うかな。前言撤回。やっぱおっさんの妄想三面記事だわ。それにしても、なんでまた息子の嫁？高級に4万人いるくせに。幻想は、リエント有宮廷音楽家養成所まで作った、芸術家肌の皇帝よ。自らも楽器を弾いて作曲するくらい音楽と舞踏を愛していたので、楊貴妃とは相性が良かった。長年幻想のそばに仕えた高力士は、幻想の趣味を理解していたのね。息子の嫁を、というのは、レビレート婚の変形、名残のようなものね。元が先貴族である東王朝ではしばしば見られ、道徳的な障壁は、小さかったと考えられる。両翼官は、温泉宮で同郷の同士に出家した。そのまま出家するの？夫の寿王はどうしたんだろう？事後承諾？さあ、記録にないのよね。私はてっきり自分の嫁をやる代わりに、自分を皇太子にしろという約束があったのかと思ってたのよね。そういうわけではない。党の皇帝の中で、一番同郷にのめり込んだのは、幻想なんだよな。幻想の姉妹も、出家した同士でしたね。幻想は各地に老子を祀る廟を建てさせて、誕生日に祭りを行わせている。さらに家居の必須科目に、老子、宗子などが加えられた。幻想自ら、老子に注釈を加えている。幻想が、息子の妃だった楊貴妃を妃に迎える際、外文が悪いから同郷の同士の服装をさせたというのは知ってるけどさ、単なるコスプレじゃないの？それだけじゃなかったらしい。楊貴妃の同郷の師匠の墓誌が見つかり、そこには楊貴妃は修行に励んで、三光俸禄を授けられた、とある？この三光俸禄というのは、中級程度の修行を積まないともらえない条件なんだ。女性の同士は、女官と呼ばれる。両翼官も女官となり、大臣という道号を受けている。両翼官は、4年も修行した計算になるわね。4年、長いわね。結構ガチで修行したのよ。とはいえ、その間2人は実質は内縁関係にあり、両翼官は宮中の大臣級に移り住み、幻想の高級で皇后と同じ扱いを受けた。楊貴妃が27歳の時公式に迎え入れ、貴妃の位を賜っている。楊貴妃のお披露目の際、幻想はオリジナルラブソングを作って披露した。楊貴妃はそれに合わせて舞うのを得意とした。継承への曲のことか。オリジナルラブソングて。お熱いわねー。しかし、そんなラブラブを見せつけられてもなー。周りが困る。ある時、幻想が嫉妬して喧嘩になり、楊貴妃が実家へ返されるという事件が起こった。楊貴妃と喧嘩中の幻想は機嫌が悪く、側近を鞭で叩き始めた。高力士が仲裁して楊家に贈り物を届けて、楊貴妃は帰ってきた。それ以降二人の仲はさらに深まり、寵愛を独占したという。ええ加減に旋回、このバカップル。と、周囲は思っただろうな、多分。楊貴妃が寵愛を受け、高級の最高位まで上り詰めたことで、彼女の家族もその恩恵に預かった。
亡くなった父母には官職と領国夫人の地位が追贈され、叔父の楊元慶は高禄卿、いとこの楊銑は殿中将官、楊貴は大化公主を降下され、父母問いとなった。さらに、楊貴妃の姉3人はそれぞれ韓国夫人、新国夫人、各国夫人にそれぞれ報じられ、宮廷から毎年洗顔を化粧代として支給された。彼女らは、宮廷に自由に出入りした。3人で馬に乗りながら、背後の100人以上の宮女に明かりを持たせて、ふざけ合いながら参拝したという。各国夫人については、各国夫人遊春図という有名な絵が残っているぞ。どれが各国夫人なのか、議論はあるがな。この各国夫人は楊氏一族の中で最も贅沢で、横暴で、他人の家を壊して新しく自宅を作り、隅っこの土地だけを返したりして評判が良くなかった。姉の韓国夫人と共に、賄賂を受け取って縁談を紹介していた。なんか、異邦王の娘の皇子たちを思い出す横暴ね。幻想は若い頃そいつらの所領を見ていただろうに、自分の狂気の親戚の横暴は見えないもんだな。各国夫人は最初、廃止に突入、男の子の廃棄と、娘を一人産んでいる。夫とは死に別れ、未亡人状態ね。この廃棄は幻想の孫で祝僧の娘、炎光軍主を降下され、娘は後の大僧、公平王李祝へ嫁いでいる。ちなみにこの公平王李祝が、霊王別姬、花散る永遠の愛のヒロイン相手役になっている。だから霊王って誰だよ。さらに楊家には昔から入り浸っているろくでなしがいて、そいつと各国夫人はできていた。それが楊国中ね。酒と博打を好む、一族の嫌われ者だった。武則天の愛人、張益氏の姉妹の子で、一説によれば、それが原因でぐれていたのではないかと言われている。叔父である楊貴妃の父、楊元慶の死後家に入り浸り、各国夫人と私通していた。各国夫人が楊国中を幻想へ推薦し、すぐさま金吾衛兵総三軍に任命された。その後、幻想の覚えもめでたくどんどん出世した。財政が豊かとなり、乾燥が穀物や絹で溢れんばかりであったことを上奏し、幻想に称される。博打打ちだった楊国中は経理の才能があると幻想に認められ、光沢四郎と褒められている。麻雀の点数でも計算できたの？それで、国交博打打ちに任せるか？普通、なんかおかしいわ。幻想の目が節穴なんじゃね？前回の話から言っても党の財政が豊かとは思えない。財政といえば収入面が気になるのは当然だが、官僚機構としては支出面の取りまとめも重要なんだぞ。この頃から東大の制度でも託し士が成立して担うようになる仕事だが、楊国中の役割がまさにこれだったんだ。楊国中は、最初は李林甫の手先となって働いた。ここで、この時代の経済官僚、楊新金を紹介するわね。この人は、なんと、おじいさんはあの楊成堂、楊大の子孫なのよ。マジか、党でも生き延びたとは聞いてたけど。勤勉で清廉な性格で、幻想にも気に入られていた。警部少所の職に就いたが、取り調べで中立の立場を保とうとしたため、李林甫の恨みを買ってしまう。楊国中は李林甫、義中将の王強と結託して、楊新金を謀殺している。その際、楊新金は隋王朝を復興させようとしている、という噂まで流され、謀反の疑いで兄弟ともども処刑された。それ、こんな後になってまで言われちゃうの？100年以上経ってるよ。気の毒にな。しかし、最初李林甫の手先だった楊国中は出世を重ね、財政に関する15以上の役職を兼ねたため、やがて李林甫とも対立するようになった。まず、李林甫の腹心であった吉音が寝返った。それから、陳亀裂を味方につけ、政敵となった王強を謀反の罪で自殺に追い込んだ。それから、陳亀裂、過助官と共に、李林甫が反乱に関わっていたと弾劾を始める。幻想も李林甫を疎んじるようになっていた。李林甫 VS 楊国中？どっち応援していいかわかんないわ。どっちもろくでもない。過助官というのはトルコ系部族出身の、唐の将軍ね、老雨節度使になっている。そうか、前回異国人を節度使に採用することにしたんだっけ。他にもいるわよ。作法副節度使の副使に任命した突厥のアフシが安禄山と反目し、
反乱を起こす事件が起きている。リリンポはこの反乱に関わっていたと布告されたのね。リリンポは楊国忠が剣南節度使を兼ねていたため、認知に赴かせようとしたが、その矢先、病に倒れ、亡くなった。最小に収まった楊国忠は、死去したリリンポを謀反の罪で布告した。リリンポは官職剥奪の上、庶民の地位に落とされ、子孫は廃流され、財産は没収となった。棺桶は庶民のものに変えられ、リリンポの仲間とみなされた者も左遷させられた。陽線、陽気、韓国夫人、各国夫人、新国夫人の五家は、養子五家と言われた。養子五家には賄賂や贈り物の使者が絶えず訪れ、生活は贅沢を極めた。幻想に従って火星宮に赴くときは、各家が一体を組み、揃いの衣装を着て、列を組んで繰り出し、五家合体といった。行列の後には、かんざしや宝石が転がり、方向が漂ったという。両家の牽制は凄まじく、幻想の娘の公平公主ですら、その下僕に落馬させられ、助けに入った夫と共に殴られ鞭打たれている。幻想は様数の対抗十条を忘れてしまったのね。思いっきり外籍を優遇してのさばらせてるじゃん。幻想に破られた対抗だからこそ、幻想庁批判のために司書では大々的に書かれたんじゃないかと思うがな。ではまた次回。